アメリカの心臓部外科医があらゆる質問に答えていくコーナーをしています。続いての質問は、アメリカで働くのに英語は必要ですか？必要だと思います。アメリカの公用語は英語なんで、要は日本で働くのに日本語は必要ですかっていうのと、同じで英語は必要です。ただどの程度必要かっていうとちょっとまあ分かんないですね。例えば日本で働くのに日本語が必要ですかって言って、どの程度のレベルで働くのって、例えば研修医、医師として働くのにどれぐらいの日本語って、まあ、かなり流暢である必要があると思うんですよね。日本だったらやっぱりその話をするのに、まあ、片言でもいいんですけども、まあちょっと分かりづらかったりすると、まあ、医療者同士で困りますし、何よりまあ患者さんと話す時にですね、やっぱりそのまあ日本って国は、まあ、ほとんどが日本人の国で、まあ、移民は少ないんですね。まあ、今後増えていくとは思うんですけれども、現時点では少ない状態だから、今こう移行期にあるというか、どんどん増えていくだろうなっていう時期にあって、だからその移民の人、だから外国人の人に対する、まあ、受け入れがそんなにしっかりしてないんだと思うんですよね。だからあんまり日本語が喋れない人とかっていうのに対する強いこう、なんて言うんだろう、否定感みたいなものっていうのがあると思うんですね、根底には。だから例えばムンテラって言って、こう患者さんに手術の説明とか説明するのにですね、日本語片言の外国人の人が来て、まあ、お母さんの手術大丈夫だからって言ったらですね、ちょっとやっぱり不安な気持ちがあるし、やっぱこれ日本人の人にやってもらってくださいっていう風に言う人っていうのがいてもおかしくないんじゃないかなっていう風な気はしますね、日本にいて。まあ、僕も実際例えばまあそういう気持ちってのはやっぱどっかにあって、すごく片言の、外国人の人が手術しますよって言ったらですね、やっぱりちょっとあんまりどうかな、日本人の人もっとこう言葉でですね、意思の疎通がしっかりできる人と やりたいなっていうふうに思ったりするんですけども、一方でこっちはですね、もう本当にまあ移民の国ってですね、もういろんな国からいろんな人が来てて、まあ、英語がすごく喋れる人から喋れない人までですね、たくさんいるので、そんなにですね、例えば僕は英語はあんまり喋れなくって、もう患者さんが激高してしまったとか、そういうことってのはないですよね。ほとんど8割ぐらいの人が、僕がなんかよくわかんない英語を喋ってても、まあ、理解しようとしてくれるし、まあ、それでも OK っていう風な感じでいますね。やっぱりどっかで 1,2 割ぐらいの人はですね、お前何言ってんだかわかんねえみたいな感じでちょっとうんってする人はいるんですけど、それでもですね、まあ、一応こっちがプロフェッショナルだっていうことを示せば、まあでもしょうがない、こいつはまあ手術をしてくれる人だとか、手術がちゃんとできるやつだから、まあ、任せるしかないかみたいな。で、まあ、あとは周りのサポートもありますね。まあ、この人は、まあ、こんなだけどね、ちゃんと手術はしてくれるからっていうのを、まあ、周りで、あと前後でですね、僕が話した前後でそういう話をしてくれてるんで、まあなんとかまかり通ってるっていうのはあるかもしれないですね。まあ、ただ最低限の英語は喋れる必要は、もちろん試験とかですね、あるので必要かなというふうに思いますけれども、日常会話ペラペラ喋れるようになる必要があるかっていうと、そういうことはないし。で、僕はこっちに来るまではですね、こっちに来たら英語ペラペラ喋れるようになるなと思ったんですけども、4年経ってもですね、やっぱり英語はペラペラ喋れるようにはならないですね。英語を喋れるようになるっていうか、自分が上達するっていうよりは、相手が僕の英語をうまく聞き取る、特に発音とかですね、こういうアクセントだとか、こういうなんか訛りがあってっていうのを、まあ、覚えて、あ、こいつはこんなこと言ってるなっていう風になってきてる、まあ、僕もそういう風にさせてるっていうのもあるんですけど、そういう風になってきてるっていうところがあるのと、あとはまあ言葉のなんていうんだろう、チョイスですね。例えば、単語100、1000、1万とたくさん覚えて、ボキャブラリーがすごく増えたっていうよりは、もうその細かい少ない僕が使いうるボキャブラリーをうまいこと組み合わせて言葉を作っていくっていう形で、であとはもうそのショートショートで逃げるように話を終わらせるみたいな形っていうのを、あとは、やってるかなっていう気がしますね。だから本当はもっと根本的な英会話の勉強だったりとかっていうのをして、英語を学んでもっとコミュニケーションがうまくなれば、仕事も円滑に進むし、全てがいい感じになるんだなと思うんですけれども、まあそれはなかなかですね、人による、まあそれを目指すかどうかっていうのは人によるし、まあ僕は今のところはちょっとそこにはいけてないなっていう感じはしますね。はい、以上です。